アルノール・イングビ・トラウスタソンはアイスランドのサッカー選手。アイスランド代表。ポジションは MF。2013年のウルバルステールトでは最優秀若手選手に選ばれた。2010年に17歳でケプラビーク F の選手となった。その後、ノルウェーのサンドネスウルフへのレンタル遺跡を経験し、2013年に ウルバルステールとの最優秀若手選手となると、翌2014年に、スウェーデンのイフックノルシェーピンに移籍。2016年夏に、オーストリアブンデスリーガの SK ラピードウィーンに移籍した。2017年7月、エクアテネ FC にレンタル移籍した。2018年2月9日、マルメ FF に移籍した。2021年3月、 MLS のニューイングランドレボリューションに移籍した。アイスランド代表として U-17 代表、U-19 代表、U-21 代表のアンダー代表を経験した。U-21 代表としては UEFAU-21 欧州選手権の予選に2013年度、2015年度の2回参戦した。 A 代表初出場となったのは2015年11月13日にワルシャワ国立競技場で行われたポーランド代表戦であった。その後、ヘーミル・ハルグリムソン、ラーシュラー・ゲルベック両監督のもと UEFA ユーロ2016にドム、アイスランド代表のメンバー入りを果たした。6月22日に行われた同大会グループステージのオーストリア代表戦では決勝点を決め、 チームの2から1の勝利及び決勝ラウンド進出を決めた代表での得点一覧ありがとうございます。